皆さんどうもおミティでございますどうもどうも今日はですねルベーグ積分入門の第2回目ということで前回はまあざっくりとしたお話そして今回と2回目と3回目においてこれからルベーグ積分を勉強する人そしてした人のためのざっくりとしたお話概論していきたいと思うんですねまあ何は止まるルベーグ積分を学んでいくと何してんだろうって気持ちになるんですけどそういうところをいきなり勉強するかそうなるんですよねざっくりとどういうことが目的でどういうことが言えてどういうようなお話が待っているのかということをあらかじめ知っておくと割と見通しも効 いいんじゃないかと思いますもちろんルベグスキ部の勉強というのはまあまあつらいもんです。技術的にも体系的にもまあまあつらいんですよね。だけどある程度の話を知っている概要を知っているか知っていないかで、まあ、路頭に迷うことがないということがありますのでぜひともここでねあのちょっとお,お楽しみがてら雑談がてら聞いていただきたいと思うんですね。で今回はその2回目、えー、シリーズの2本目として初めて学ぶ人のためにどういうところに危険なところがあるのかどういうところが勘どころなのかという話をしていきたいと思うんです。なのであの言葉とかもまあ知らなくても全然構いません。もちろんその言葉いろいろ いろいろなことを使いますけど、まあ、そまあそういうもんがあるんだな程度に聞き流してもらえれば全然構わないのでまあざっくり楽しんでくださいまあ単純に僕が水先案内みたいなもんだということですね、えー、勉強してる時にあなんかあんなやつがあんなこと言ってるやつが出てきたぞぐらいに思っておけば、まあ、あの後ろからさされるような感覚がないということであのそんな感じでねやっていきたいと思いますでルベーグ積分を勉強する時に大体2通りの流派みたいなものがあります、えー、古典的な、えー、ジョルダン何か加速集合みたいなものの 延長ととししててそのの一般化としてのルベーグ加速集合みたいな外速度内速度というものをこうエクスプリシットに表現していく歴史的に順番のある方ということですね直感的に理解する方ですねそれともう一つ速度論という導入がありまして大学の数学科のまあそれなりの大学とかだとこっちでゴリッゴリに導入されることもあると思うんですねでこれは一長一短あるんです一つまり歴史の順番からするというののメリットというのはつまり概念が自然で非常にわかりやすいんですねもう定義もバチッとしてるしあこういうもんだなってことをやっていうことが非常にや見やすい ということですね。こう外側からどんどん測っていくというようなことですよ。で、非常に解析的ですしね。ただ、デメリットというのが。 証明が若干んくさいんで,すで、すで何してるのかとかいうのもちょっとわかんないし、まあ、割合イプシロンデルタ論法的なその極限のそのこのイプシロンに対してこれだけのデルタを取ればいいよねみたいなそのめんどくさい議論が若干多いんですね。で、これは仕方のないことです。直感的に定義したのでね。それがちょっとしたデメリットだったり、証明全体を見て何をしてるのかよくわかんなくなったりするってことがよくあるんですね。で、一方で、速度論のメリット、デメリットというのもあって、メリットはこれはもうすごく大きくて、技術的には非常に洗練された形で、意外な、え大きな事実が意外に簡単にしょ証明さあ されてしまううといこれは比較的先ほどの歴史の順番で言ったところのメリットを非常に大きくカバーするようなほど非常に技術的には洗練されているそのデメリットさえカバーしてしまうんですね。 で一方方でデメリットというののも速度論の方にはありますつまりモデルが自分の中にないこうこうそういうどううい導入の仕方をすると何をしているのかよく分かんなくなってしまうということなんですね先ほどの歴史の順番でやるとこういうことをやってるんだってよくわかるんですけど速度論の方のデメリットというのはその定義が非常に抽象的で抽象的だからこそいい結果が簡単に示せるんですけどそれがなかなか何をやってるんだろうっていう相手が敵がよくわからないという辛さがあるんです霧を相手にねあのなんか 水を相手に戦っているというような感覚があるわけですよね。それがちょっと嫌だなと。なので、一長一短あるんですよね。じゃあ、どうしていくかということなんですけど、僕がおすすめなのは、やはり歴史的順番でまず学ぶ。で、よく分かんないという印象を持っても、ここから仕方がない。我慢するんですね。そのフラストレーションは我慢してください。もう数学の勉強というのは我慢の、我慢に、我慢を積み重ねるものですから。<laughs> で、で、速度論に行くと。で、速度論に行って、 まあ、すごいいいなと思うわけです。そして最後にまた、ルベーグ石油のその歴史的な順番の方に戻っていくという、こう、二点三点というか、何度も学ぶっていうのが解析の場合、非常に重要になっていきます。解析は二度学べという言葉がよく言われますけど、まさにルベーグ石油においては、二度三度四度学んで、えー、全然、えー、テ,イテイクバックというかね、あの、恩恵がたくさんあるということなんですね。で、速度論からはなかなかやっぱりそういう意味では入りにくいんですよ。効率的な議論っていうのは、まあ、不可能ではないんですけど、やっぱりモデルがないから分かりにくい。まあ、これはね、もうどうしようもないんです。台数が いいいんですすけど多分分空中分解しますいやいつのいつかの段階でやっぱり歴史的な順番というか外速度内速度というのをエクスプリセットに与えるという方に戻っていかないとこれは実用上もなかなかしんどいところがあるんですね大数にどんなに自信があってもまあ僕みたいに昔のねちょっとあの黒歴史みたいなところがありますけどそういう人もまあどこかで必ず失速してしまうんですよねもうこれはまあ人によりますけどで歴史的直感的な方というのはまあそういう意味ではまあ 分かりやすすすいいんんでででけど茨の道であることははしなななくてはならないんですねその導入の仕方たをまあした方がいいんですけど必ずどっかに限界が来ると昔の人が味わったようなその辛さというものを僕たちももう一度味わわなくてはならないということなんですねでもその辛さでじゃあ終わるのかというとそんなことはなくてやっぱり速度論というその先がもう ありがたいことに整備されているんですね。そこはもう感謝しなくてはならないところです。昔の天才と呼ばれる人たちが、速度論とか、あーなんか、解析のことを、効率的に非常に整頓してくれたおかげで、僕たちは安心して、え、道に迷うことができるということですね。そういう良さがあるわけです。なので、まあ、一度目は必ず迷って、二度目でそういうありがたさを確認し、そして最後に、え、自分のものにするという、こういう順番がね、多分、多分非常に重要だと思うんですね。とはいえ、じゃあ、あの、一回目のその、初等的な勉強の時に、手を抜いていいかというと、わかんない,い、今ま,ま進んでいいか というとそとんなここととと、はなななくて、てそでできちんんををかおい的話する時に何してるのかかやっぱりよくくんんなくなるんですよね。なのであの手を抜いていいということではなくて抽象、えー、さに対する準備みたいなものをあらかじめ自分の中に持っておくというそういう段取りなんだということをねこの全体を通して、えー、1回ダメだったからダメということではなくて1回まず感情をつかみ2回目で、えー、釘を刺し3回目で骨を立つみたいな感覚をぜひ、えー、もったいまあ、まあ勉強してほしいと思うんですよねそうでないとなかなか正直厳しいかなと思うんです で、一通り勉強した僕の感覚からするとどういうものかというと例えばその初等的な歴史的な順番に入っていく方で言いますとま長方形領域とかいうところのなんか極限論法ですねイプシロンを取ってデルタのものなんか取ってみたいなものが。 ちょっとめんどくさいし、なんか全体議論がよくわかんない。その極限論法があんま好きじゃないというのもありますけど、ありましたけど、まあそういう人も多いと思うんですね。何してんのかよくわからんということですね。まああれぐらいしかないんですが、で他にもこう外速度はわかるけどちょ、内速度ってなんやねん、誘拐閉集合ってなんだよみたいなとかね、あとその上に加速関数って何だよみたいなね、回収号を引き戻して加速だとか、まあちょっとよくわからんなとか、なんか人工的だなっていう気もするし、 あと、ステップ関数と階段関数によって定義、えー、積分を定義していくんですけど、これがなんか、リーマン積分に対して非常にダサいんですよね。リーマン積分っては、ね、非常に鮮やかでしたよね。定義器があって、文点、有限根取って、この縦長と横幅の幅かけて、全部足し合わせて極限取る。もうこれしかないんだっていう感じがするんですけど、 イヴァン積分じゃなくてルベーグ積分の場合はなんか階段関数というもので禁止していくとなんかダセーなっていう感じがするんですよ。だからずっとその理論の始めからですね、外速度、内速度、まあこれも予心配良いとしましょう。で、加速集合、まあこれも良いとしましょう。で、加速関数、まあこれもまあ予心配良いとしましょう。積分ダサくねえかっていう印象が必ず多分あると思うんですね。そういう階段関数とかに導入の導入の場合。で、しかもそのダサさというかなんかこんなんでいいのかなと思っているうちにあれよあれよといろんなものが証明されていって、まさかの積分 と,極限というのが簡単に交換できてしまったり、不備の類似積分というものがあの簡単に証明されてしまったり、でそうなってから、あなんか証明できちゃったみたいな感じになって驚いて、戻って勉強しても、あれ、なんかやっぱりよく分かんなかった、なんか印象が変わらんぞということで,で、ちゃんとやんなきゃと思って戻ってもやっぱりよくわからないということのこう繰り返しというか、そういうまた同じことのトレースするというね、非常に悲しい運命を。 辿ることになるんですでこういうのをどうやって避けるかっていうのがここからの問題なんですけどそういうお話を、ね、あらかじめしておきたいと思うんですね必ず皆さんもこのなんか悪魔の道とか藍原の棘に引っかかることはもう必ずあると思うんですけどこういう辛さは味わっておかないといけないことなんですがここで、まあ、ちょっとしたお話を先にしておく水崎案内人としてやっていこうと思うんですね。まあ、こういういい辛さを味わっておかないと どこが難しいのかというのが実は分かんないというところもありましてまあブッダがよく言ったようにその苦行していて苦行が終わった時にこの苦行には苦行には意味がないということのを悟ったみたいなことなんですけどじゃあ他の人が聞いて苦行って意味ないんですねって言って苦行しないっていうことはまあそれは多分ブッダの本当の心を捉え損なっていてまあそういうことではなくって苦行をした人だからこそ分かる境地みたいなものがあるわけでそういうようなことがありますねだから苦行しろってわけじゃないんですけどまあ数学そのものが苦行かどうかって言われるとまあそれはちょっといわく言い難いんですがまあそんな感じで 感じですねでちょっとした技術的なお話もちょっとせっかくこんなざっくりとなんかブッダの話とかされてもしょうがないと思うのでなぜ外速度と内速度の定義はあんなものなのかということをお話ししておきたいんですね。外速度というのは外側からこう測っていくとかそういうことなんですけど内速度が一方で、えー、狙っている集合の内側にあるを狙ってる集合が含むような誘拐兵集合コンパクト集合で何か物事を測っていくというなんですけどなんかどっから出てきたのっていう感じになるわけですよね。ああとなぜあの 過法集合とか過法性列過法性とか完全過法性というのが出てくるんですけどこれなんでインデックスがあの加算自然数個なのっていう無限のことを相手にしてるんだから無限がインデックスでもいいんじゃないのって思われるかもしれませんがまあそういうこともあったりしますねあとやっぱり加速集合の定義っていうのが何であれなのっていうその回集合を引き戻して加速集合って えって思いませんか、まあ、ある意味ね、その位相空間論とかやってる人はわかると思うんですよ。回収号を引き戻して回収号というのが連続の定義なわけですけど、あれっていうのはか、えっと、位相空間と位相空間というのがあって、それぞれに回収号系というもので位相空間が定義されているわけです。この間に何か関数というものがあって、写像というのがあって、これが何か2つの空間の環境を表しているんだとすれば、それは回収号を引き戻して回収号。そもそも回収号の構造が入ってるわけですから、それを比較するほかないわけですよね。じゃあ、その加速集号というルベーク積分の話になった場合には、えー、加,法加速 加速集合系というのがまあ構造としてあるわけで加速集合を引き戻して加速集合っていうのがいいんじゃないかと思われるかもしれませんまあ確かにこれは非常にいい線をついているんですがこれがやはりちょっとした違いがあるんですよね先ほどのなぜインデックスをカウンタブルに制限したのかということの似たようなことで実はちょっとしたトリックがあるんですねこれはまあ加速の引き戻しでが加速であるということで加速関数を定義するのではなくて回収号とか閉集合の引き戻しが加速になっているということで定義するということの妥当性がいまいちよく分かんなかったりするんです そういうのがね多分勉強のし始めについては何でこれで定義してうまくいくんだろうでなんで最終的にこんな定義が導かれてしまったんだろうかということがちょっとよく分かんなかったりするんですよね。これはまあ仕方がないことだと思うんですよ。でこういうことは初めて学ぶと絶対分かりません。というのはあの正当な問いなんですけどもこれ答えられないんですよごめんなさいね。あの初学者には絶対答えられませんだけど やった後に、人しきれ勉強した後に速度までやるとなんとなく見えてくるんですね。どこに問題があったのか。なぜこの定義で全く問題がないのか。事実僕たちが加速の引き戻たちが加速になっているということとほぼほぼ変わらないのかという話も実はわかってくるんですよね。しかもこういう初等的というか、なんか変な変な定義というのが実は割と物事の本質をついているということさえわかってくるんですよね。これが先人の苦労を実は表していて、こういうとこを多分昔の人はちゃんと考えたんです。考えて、 苦肉の,の策でこういう定義をしてるんですよね。その難しいところというのをうまく避けているんです。こういう技術的な困難さがあるんですよね。理論的なその哲学だけで一辺倒でぼっていけるほど実は甘くないというのがルベーグ積文で、えー、そういうのがちょっと苦手な人、ちょっと解析というのはね、あの小さい違いを気にしなくてはならないと、日本料理と同じでって話がよくありますけど、ルベーグ積文論に至ってはまさにそういう感じがしていて、本当はこうしたい。でもここだとやりすぎだし、ちょっと、ちょっとやりすぎなので、ちょっと定義を抑えなきゃいけないと。で、それぐらいにして妥当なものにしていくと。 それは実用上も理論的にもそういうふうになっているというちょっとした苦しいところがありまして一通,りま一通り学んでからねかやっとその意味と辛さがわかるということがあるんです。でさらにその戻ってから数学的にちゃんと難しいなってことがわかるんですよね。一通り学んでから持ってくるとあこれは確かに定義としてはある意味妥当だったんだけど これはなくなくやっているなってことも実は分かってくる。まあごめんなさいね。何度も同じこと言って。まあ例えば、あの例で言いますと、外速度について完全化法性があるかみたいな問題がおそらくあると思うんです。列化法性というのはよく言われるんですけど、いわゆる和集合の外速度とお外速度の和っていうのがどういうふうになっているかっていうと、まあ一般にその和を取ると大きくなるんですけど、そういうのが本当にイコールが成り立つのはいつなのかみたいな話をすると、実はこれ若干厄介なんですね。確か選択効理的な話をして判例を見つけたりするんですよね。ただ加速関数、加速式 ににおいいいては実は実バッチリ完全化法性ががが成りり立つみたたなことが非常にありがたいんですでこれをうまく避けた定義をルベークとか空手踊りとかがしてくれてるというのがありがたいところなんですね。なのでこれはもう初学者にとってはもう絶対もう多分無理だと思うんであの一度速論まで行ってそしてもう一度戻ってくるという手続きを追わなくてはならないという非常に善と多難善と揚々というかね善と多難なところがあります。これを覚悟して初等的な定義をこうきちんとフォローしていかなきゃいけないということが辛いところなんですね。なのであんまりよく分かんなくても僕 言ってることがいまいちよくわかんなくてもむしろ進んで勉強してしまった方がいいということがありますまあ適当なまあこういうねあの見通しが立たないとかねそういうことはまあ放っておいて一般論としてのの速度論に進んでしまった方があるしいいんですで、か法則とか加速関数とかの本質的なつながりなんであの加速集合とか 加速関数といいいうううもののの定義して、まあ、うまくいくのかっていうそのつながりとかいうのも実は先に行ってからわかることですし、加法的集合関数とか速度、その上の、まあ、積分とか、ステップ関数なんかダサいもの何で扱ったんだとか、そういうことになるわけですけど、これはまあ、まあ、将来必ず回収されるものだということでね、えー、ちょっとお待っていてくださいという感じなんですよ。 で、えー、その次に、まあ、ようやく積分の話にちょっと行っていきましょうかステップ関数という話をちょっとしたんですけどじゃあ,あの予ンバその加速集合そしてその加速下方形みたいなものが出てきたりあと完全下方形とかあとはまあ速度みたいな話をちょっと認めたとしても果たしてなんでステップ関数なんだろうかそして、えー、普通ね速度というものを定義する時に下方的集合関数というものを定義してで特に精緻なものを速度みたいなものに呼ばれたりするんですけど 何それって感じだと思うんですよねでこれは一つ一つ答えていきたいんですけどなぜまず一つ目ステップ関数なのかということなんですけどこれはある種教育的配慮にすぎませんもちろん実はルベーグとかい,いろんな先人が定義したっていうのは。 その階段関数でで定義してないんですよねね実はねだけど、後になって、あ、これか階段関数で禁止するものでいいじゃないかっていうことは後が、あとで分かって、じゃあ逆手にとって、それを定義としてしまおうっていうような流れが実はありまして、まあ、これはね、あの、極的配慮なんです。いきなりルベーグの考えたような定義でやってもいいんですけど、なかなか道のりがハードになるんですよね。むしろこのステップ関数でやった方が分かりやすいっていうのがあるので、まあ、なんか動機づけは非常に不純なんですけど、技術的にも体系的にもそっちの方が美しいので、そういうふうな定義の仕方と同意 そして理論の運び方をするわけです。とはいえ、やっぱりステップ関数、階段関数というのは ちょっとそういう意味では同値なんですよ。その大体系的な意味ではね。だけどやっぱりダサいですよね。ダサいのでちょっと嫌なんですよ。やっぱり数学やってるとかっこよく行きたいじゃないですか。なのでちょっとダサさが残るっていうのが嫌なんです。とはいえやっぱり最終的に同値であることが証明されるっていうのがちょっとあの皮肉と皮肉なところでというところがあるわけですね。まあ定義の妥当性とか一般性とかいうものについてのお話に気になる人、そしてそういうことが多分分かりやすさ分かりにくさの根源になっていると思いますので、そういう話をしておこうと思ったわけです。 でまあ、そういう意味ではわかりやすいもの定義が分かりやすいものというのが理解,にし,理解しやすいものかっていうのは、まあ、何とも言えないわけですよねあの僕たちの感覚感性によるということです。でも一つ、その下方的集合関数で正地のものを速度と呼ぶとかそういう導入の仕方なんですけどこれはねあの余計なお世話なんですよ本当のことを言うと下方的集合関数なんて一般的な定義されなくても速度を定義して積分までストレートでいっちゃえばいいじゃないかっていう主張もあります。でこれはもう全くその通りなんですけど じゃあなんで集合的関数か法的小関数って一般的に定義されるのかっていうと、これは後々の不定積分とか、一般の積分の特徴図形みたいなものまで多分視野に入れてるんですね。どうせそこでまた扱うんだからあらかじめ定義してしまって、速度というものをそれの特殊形として定義しようっていうような、ああ、なんか余計なお騒があるんですよ。なので、まあ。 数学的にはね、まあ、それは定義としては一般的なものを定義して、速度というの,その具体的なものっていうんですけど、まあ、実は速度,がほと速度の話をすればほとんど済んじゃうんですね。一般的な過法的集合関数だって正の部分と負の部分に分けてしまえば、速度の話、そのマイナスとプラスのところに分けてしまえば、速度の話で済むわけですから、実はそれで良かったりするんですよ。大体の場合はですよ。で、えー、そういう意味で、 速度とか積分の証明を見ると実はほとんどあの正で考えていいし速度の話さえ済んでしまえばいいんですね。ただ一般的にあの不定積分のことが将来えこう視野にあるのでっていうその余計なおさえのところがあるわけです。まあ数学的ににはその上に誘拐でない よううなものもの扱うわけです速度というのは位置つまり下に誘拐でさらに連続性とかあの単調性みたいなものを課しているわけですけど上に誘拐だったとしたら同じような話が実はできますしだいたいどんでもなるんですけどでも初めのうちはまあそういうことは当面必要ないんですよ速度下に誘拐のものしかまあ基本的には必要ないし積分論にはそこがあんまりあの深くやることはないんですねなので速度積分とバチッと進んでしまう方がある意味いいんですねだけどあの当面必要ないから というそのだからといって、過法的集合関数を定義しないかっていう、その辛さがありますよね。教えての辛さです。どうさあと使うのにっていうような、ちょっと辛さもあるということですよね。これはもう何とも言い難いのです。なので、速度、積分という風にやっていくのか、それとも集合的関数はバキッと定義してしまって、余計なお話なんですけど、まあ、やっていくというのは2つ、またこの中でも2通りほどあるわけですけど、まあ、これは,はまあとは人それぞれ好きな方があると思うんです。ただ、等分の間はまあ速度だけでいいということは知っていても損はないと思います。で、実際に、後々、 何に使われるのかっていうとう不定積分っていうのところにおいては実はその積分を済ませないと不定積分ってわけわかんないわけでそれをするにはまあ速度が必要なわけで速度積分不定積分そしてその後に可法的集合関数で特徴付けるみたいなものの流れの方がまあいいっちゃいいのかもしれないんですよねでもやっぱりその積分をしないとそういう話もできないんだからっていうとまあねっていう感じはするわけですよねまあごちゃごちゃしていますけどまあそういう意味でまあいろいろこう一般的に可法的集合関数っていうふうに言われても まあ感じがつかめななくて当然なわけですそれはすべて後で回収されるというねちょっといやらしいところがあるわけですまあいずれにしても一般的な導入とかそういう一般的な定義速度ならず過、えー、方的集合関数だとかまあなんで、えー、ステップ関数なんて非常に具体的でもっと一般的な定義を与えないのかとかそういうことについてはむしろあの僕たちのこう認知の段階に来てるのかなというところも実はあります一般的な導入がさ必ずしも分かりやすいとは限らないということなんですよねそれはよく分かんないという 敵が今何を目標としているのかっていうのがよくわかんないからそういうことになってしまうわけですよね。えー、というようなことがあります。あでも結局後で解消されるんだからまあいいじゃないかっていうふうに数学者は結構捉えたりするんですよね。一度勉強してしまうとそういうあの坂手にとっていい加減なあの態度でいるっていうこともできるわけで、でも初学にとっては初めて学ぶときにとってはもうそれは気になってしょうがないということだったりするわけなんですよね。 というようよなななねあのそんん感じなんですちょっとお話がね初学者ではもはや僕はないのでその辛さをもう一度何かその時の気分に,気分になって説明するとはなかなか難しいところがあるんですけどでもまあ理論的なその合理性とか一般的な定義をしたい気持ちってのもよくわかるしでそうすることで初めてその徒労後になってああの定義はちょっと無駄だったんだなとか徒労に終わるってことがわかる 初めてそういう辛さを経てわかるというそういう何とも辛いところがあるんですよね。なのでまあある種自家到着のです。簡単に明あの導入しようと思えば証明が大変になるし何やってるかよくわかんない。一般的に出しすぎようとするとまあ、よくわかんないんだけど、積極のところどちらにしても大定理によって全て統一的に扱われてしまうというそういうねあのまあトントンという感じになっちゃうんですよね。まあ 大変だと思うんですけど、あのこのお話がなかなかあのためになったか分かりませんけど、まあ、ぜひあのためになったと思う方はぜひともコメント欄に一言くださいそして次回の速度論の話の方については割合一度学んだ上でのお話というのが、まあ、割合ねあの楽しい というか分かりやすい話にはなると思うんでこの諸学初めて学ぶ時っていうのはやっぱりどうしたってつらいんですよね黙ってやれっていうのがまあ最終的なま数学者の非常にあのパワハラ的なところがあるわけですけど、まあ、これはもう何ともしがたいわけですよねそんなわけであの今回はこの辺りにしておきましょうかぜひとも次の動画もご覧くださいさよなら